ゲームセンターで人気の魚釣り体験メダルゲーム、釣りスピリッツ。あの釣りスピが任天堂スイッチに登場。釣りスピの海が、興奮がどこでも楽しめる。見たことないやつ、でかいやつ、いろんな魚を釣りまくれ。家に釣りスピやってきた。釣りスピリッツ任天堂スイッチバージョン。サオコンの体験をジョイコンで再現した竿持ち。振って回して釣り体験。 HD 振動で魚の手応えも体感。また2人でも4人でも釣りを楽しむことができます。ゲームセンターの釣りスピリッツが楽しめるメダルモードの他にも、カッパ兄弟と共に世界中の大物を攻略する冒険モード、みんなでワイワイ最大4人まで遊べる大会モード、プレイスタイルに応じた3つのモードで遊び応えたっぷり。任天堂スイッチ版オリジナルの大物たちや、釣った魚を詳しく知れる魚図鑑、魚カードを集めてコレクションしたり、ロッド作成、アクアリウムなどやり込み要素も盛りだくさん。この夏、あなたの家が海に変わる。振って回して大物たちを釣り上げよう。釣りスピリッツ任天堂スイッチバージョン、7月25日発売。